皆さんこんにちは、もたいです。今回もブルーロックとコラボをしているキャラウマカフェに行ってきました。競争率が高いですよね。なかなか当たらないです。あとグッズはどれを買おうか迷っていて、ポストカードいっぱいもらう予定なんですよ。いっぱいポストカードがあれば我慢できるかなと思ったんですけど、やはり欲しいですよね、アクリルスタンド。でも我慢で2個にしときます。グッズにはいつも悩まされますよ。そして今回パネル席が当たりました。今回はですね、イサギくんです。一回脱線するけど、私今日めっちゃ喉の調子がいい。やったぞ、なんか今日プリプリ。これはデート席ですか、それともリモート席ですか。仮にデートだったとして、私はこの世から居場所がなくなるわけですよ。じゃあリモート席で。私そんな妄想の中ですら自由にできないんだ。自分の中だけでもデートって思えばいいのに。リモートです。サンリオキャラクターとコラボしたイサギくんのぬいぐるみも今回お持ちしております。程よいサイズ感なのにしっかりと存在感があるので好きです。また告白まがいなこと言ってしまった。さっきデートじゃないって言ったのに。命は惜しいです。さあ命乞いは終わりです。次はですね、こちらのパネル席の特典がバチラくんでした。ありがとうございます。ちょいちょいそこそこ言っている気がするんですけど、バチラくんのここにね住みたいの。本当はここで老後も迎えたい、骨も埋めたい。でもさ、バチラくんにそこまでお願いできないじゃん。だからモタイは住むぐらいで譲歩してる。住民税払う払う。キャラクターラテはナギくんが来てくれました。大変ありがたいというか、どうしてさ、この拙者で彼は耐えられるんだろう。顔面があらが見当たらない。でこれもちょいちょいそこそこ言っていると思うんですけど、やはりこの顔になりたいんですよ。なんとかして、なんとかならんか。そしてお次はイサギのホットグリーンティーです。べらぼうに熱い。でもなんだかんだここに帰ってくる。このさ、あったかい緑茶を飲みたいって時があるのよ、ちょうどいい。あと皆さん、メニュー名ってどこまで忠実に言っていますか。イサギの常識を書き換えろ、バジルパスタをくださいって言って、バジルパスタですねって来ると、あってなるの。でもこれ全部言うの大変ですよね。毎日毎日でしょ。ちょっと行ってみますわ。バチラの怪物チョコケーキ、めんどくさおなぎのレモンティーゼリー、リンのクールダウンパフェ、わがままお嬢のスイーツプレート、また納豆かよ、イサギの納豆ご飯風パンケーキ。確かに辛い。やだ、もうこれ口を動かしたくなくなるわ。お疲れ様です。で次がですね、また納豆かよ、イサギの納豆ご飯風パンケーキです。すごいですよ、このご飯茶碗にいっぱいパンケーキが詰まってる、アンドクリーム。そしてたくあん汁物かなのわらび餅と、あと納豆でしょう、あんこです。え、すごい、もうめっちゃボリューミーだった。でこの後出てくるイサギくんのメインメニューもそこそこ量があるの。いや私結構食べられる人でよかった。これはですね、奥と手前にお茶を置くと、あのデート感が出ますというか。いやすいません、命は惜しいです。もう喋りません、これについてはすいません。でもなんというか、こうすることによって若干あの臨場感が増すなって思いました。そしてこちらがイサギの常識を書き換えろバジルパスタです。めっちゃ調子が悪い日だと全然噛んでるよ。ほらあの部分がチーズに。あの噛んでないけど言葉が出てこない、あの部分がチーズになってるよ。また予約ができて、で全部のメニューをコンプリートしてお腹すっごい空いてるなって時には、もたいはこのメニューを頼みたいです。まあコラボカフェだしこれぐらいかなっていう量をね、量がしてくる。あ、なんか下手なギャグみたいで今ちょっと嫌だった。自分がやだやだ。イサギくんとのでリモート とても楽しかったです。そして嬉しいことにまた当選しましたので、今度遊びに行こうと思います。課金をしてこようと思います。欲を言うとキャラパネル席5人分当たりたいし、あとメニューだってコンプリートしたいけど、世の中って全部自分が思う通りには進まないから。やっぱり今日ちょっと喉の調子良くない？当たっても当たらなくても、与えられたチャンスの中で存分に推し活を楽しんできます。あととりあえずエゴイストフェスタは外れております。外れた者同士でハイタッチをしたい気分ではある。え、やりたい。競争率高いとか言いながらハイタッチしたい。そんな感じで落ちても落選しても、落選しかしてないな、落ちても当選しても楽しんでいこうと思います。動画が面白かった方は高評価と、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。